ヘモグロビン A1C だけではなく、その TIR というのが、まあ、より検証されてくることになると思います。こんにちは、ステラメディックス代表獣医師でジャーナリスト星吉貴と申します。ステラチャンネルは論文やニュースなどから皆様に広く知っていただきたい情報を選び、科学と理系の視点から動画としてお伝えするチャンネルです。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。また評価ボタン、コメントもお寄せいただけましたら幸いです。ステラチャンネルでは曜日ごとにテーマを設定して動画をお届けしています。土曜日は持続血糖測定を取り上げています。持続血糖測定は CGM と呼ばれまして、まあ、リアルタイム CGM とあとインターミティット CGM というものがあります。これもともとリアルタイム CGM というのは、まあ、文字通りリアルタイムにその血糖を測定して、でそれで血糖値が高くなりすぎたり低くなりすぎたりするとアラームが出るというようなことで、まあ、すぐにその結果がわかるというものがありますけれども、まあ、さらにその今注目されているのがインターミテッド CGM というもので、まあ、これはフリースタイルリブレというものがこの2022年4月にインスリンを使っている人皆に保険適用になりますけれども、これはそのリアルタイムにすぐに結果が分かるわけではなくて、コイン台のパッチを腕に貼って、でそれでその時々デバイスを当てることでその過去の血糖値が分かると、まあ、それである時間帯はその血糖値が高くなりすぎたり低くなりすぎたりというそういう時間帯が分かることで、まあ、その血糖の変動に注意しなければいけないというふうに自分で知ることができるという、まあ、これまでその自己血糖測定といって変動は分かりづらかったわけですけれども、変動が分かることで低血糖や高血糖、まあ、これ人によってその変動の幅というのが違いますので、まあ、そこからまあさらにその血糖値が高くなることでいろいろこう、まあ、糖尿病の悪化ですね、まあ、その症状、合併症の悪化につながるというのを注意することができるということで、まあ、注目されているわけですけれども、これまで2回動画ではその持続血糖測定のフリースタイルリブレというのが保険適用になるっていうのを受けまして、まあ、その血糖値の変動というのがどのようにこうインパクトがあるのかというのを、まあ、論文を通して見てみました。で今回はその持続血糖測定の普及によって、まあ、血糖値の変動がさらに注目されるということが予想されるということで、その血糖の変動の指標についてお話しできればと思います。これまでの動画でも名前が出ていたんですけれども、TIR、タイムインレンジという言葉がすごく注目されてくるだろうということです。あ、もう一つ、タイムアバブレンジ、タイムビローレンジということで、まあこれはですね、その正常なその変動の範囲よりも、上にあるか、まあ、またはその範囲に収まってるか、下にあるかということで、でそれでその人の変動が、まあ、異常ではないかというのを注意するということが、まあ、その指標によってできるという、まあ、そういうものになります。2017年の2月に ATTD というですね、これ Advanced Technologies and Treatment for Diabetes というこれ国際会議がありまして、まあ、それでその CGM の普及に伴って、まあ、その指標を決めようということで国際コンセンサスができたという、まあ、これが世界的に今広がっていまして、これからですね日本でもその CGM がさらに普及するということが見込まれますので、この TIR または TAR、TBR というですね、その血糖値の変動幅に関係した考え方が、まあ、広まってくるのかなというふうに思いまして、まあ、それを、まあ、今日簡単にお話しできればなというふうに思ったわけですけれども、まあ、それ一体何なのかと言いますと、その標準の範囲というのは血糖値が70から180の間にあるということ、まあ、その範囲にあることを TIR と言いまして、まあ、その時間帯がまあ基本的に続くということが好ましいということになります。一方でその180を超えるっていうのがその TAR、 タイムアバブレンジということで、まあ、高血糖域で、まあ、それが続くということは、まあ、要注意と。で、逆に、そのインスリンを使ったりすることで低血糖になってしまう。で、70を下回るという時には、これタイムビローレンジとなりまして、
で、ここが続くと、まあ、要注意ということになるということになります。国際コンセンサスでは、この1日のうちですね、まあ、どれくらいその TIR になるかということを、まあ、確認するわけですけども、2週間その CGM のデータがあって、で、それから判定する必要があるということです。で、またその時間の中の 70% の時間のデータがないと、まあ、それを判定できないということになってまして、まあ、かなり、まあ、2週間の 70% の時間帯データがあるというのは結構長い時間だと思いますけれども、そこからですね、まあ、その人のその血糖値の変動というのを評価するということになるということです。で、それで、その高血糖ですけれども、180を超えると高血糖域になりますけれども、この国際コンセンサスでは、まあ、さらに上回る場合というのが、その注意のすべき度合いが高まるというふうに強調しています。まあ、その範囲というのは、250を超えた場合ということで、まあ、これ、まあ、かなりその緊急度が高いということで、まあ、すぐに対処すべきだということを言っています。で、一方で、その低血糖においても70よりも下回るのは低血糖域で注意すべきなわけですけれども、さらに54を下回るという場合には、まあ、さらにその緊急度が高いということを言っています。時間については低血糖域が15分続くという時があると注意すべきだということに加えて、まあ、さらに2時間ですね、その低血糖域70を下回るという時間が続くと、まあ、それも非常に注意すべきだということを説明しています。まあ、これまで血糖値の指標としては、ヘモグロビン A1C という、その赤血球の中にあるヘモグロビンというものが、まあ、透過したものというものの割合を見る、まあ、そういう指標がよく使われていまして、6.5% 以上だと糖尿病というような指標になりましたけれども、まあ、これからその CGM というのが一般化することで、今回ご紹介している TIR が、まあ、より一般化してくると思われます。まあ、今後ですね、そのヘモグロビン A1C だけではなく、その TIR というのが、まあ、どのように健康やまた病気につながってくるのかというのが、まあ、より検証されてくることになると思います。まあ、すでにもう動画2つ紹介しまして、その中で TIR の考え方は出てきましたけれども、まあ、もっとそこを深掘りしてみたいなと思っています。まあ、今日のこの国際コンセンサスについて、改めて3点でまとめますと、CGR、持続血糖測定というのが一般化することで、TIR、また TAR、TBR という指標が注目されるようになっています。またその TIR というのは血糖値が70から180の中にある人たちのことを言います。またその TAR、TBR については、それぞれ180以上、70以下を表しますけれども、まあ、さらに250以上、54以下というところを、まあ、さらに緊急性の高いものとして注意すべきだということを強調しています。この画面をしばらくお示しいたしますので、よろしければスクショなどしていただけましたらと思います。本日ご紹介した文献情報は説明欄にございますので、関心がありましたらご確認いただければと思います。というわけで今日は持続血糖測定が一般化することで注目されると思われるTIR をはじめとする血糖の変動に関係した指標について動画でご紹介しました。日々動画を公開しておりますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。また皆様の声が参考になりますので、高評価低評価いずれでも構いませんので、評価ボタンを押していただけますと幸いです。こんな動画をやってほしいといったコメントもお気軽にお寄せいただけましたら嬉しく思います。ありがとうございます。ニュースの裏側を科学や理系の視点から一歩深掘りするような動画や、新しい知識をヒントに明日の生活に役に立つような動画で継続的に更新していきたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。ヒントになったとか、これは役に立つなと思っていただけたならば、よろしければ高評価ボタンもお願いします。